ということで、今回もやっていきたいと思います。スタートー。よし、インターネットで軽ドロ。じゃあ、今回も私はフリーマッチをやっていきたいと思います。人間側で、アリサちゃん。で、前回、終わりの時に新しく買ったステンドライト。あ、明かりの色が違うのはハンドメイドだけやね。で、今回はこれで、速さ範囲、スタン、全体的に高い感じかな。マッチング開始します。黄昏の幻街。マップルールエリア制限はなしで、牢屋、なになになに？どうしたの？マッチングできなかったの？牢屋スイッチは3つ。エラー？人間遊び好き。あれだよね、もう結構ね、みんなやり込んどる人が多くって。やり込んどる人が多くって、ランクがめっちゃ高いんよね。私まだ人間ランク C プラスやけんね。ちょ、お化け、お化け来て、お化け。あ、来た。見習いキャッチャー。お化けの人はちょっと低いんかな、ランクが。まあ、それでも B マイナス。ふぅ。ランタンをきっちりと。毎回ね、変なタイミングでちょっとランタンを、ボタンを押し間違えて発動してしまうことが多いけんね。頑張ろう。もしかして初めて出た？今の登場シーン初めて見た気がする。お化けから3分間逃げ切れ。3分間逃げ切ります。何がありがとうなんだろうか。ちなみに あそこが牢屋か。あそこが牢屋。この場所結構わかりやすいような気が。なに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 。おーっと。びっくりした。え、ってことは近くにおるんやないよ。二人とも近くにおったよね。待って。普通に怖いです。あっこにおるね。あ、おるやん。これは？あ、スイッチ押された。おお、すげえ、一人で3つ。待って、ってことはこれ。近くに敵がやってくる可能性。ちびお化けが牢屋を見張る。あっとー、またしてもまたしても。そう、スイッチ3つあるんよね。仲間が捕まったよ。もうすごい、あの人ん逃げて。あー、近くにいらっしゃるっぽい。こういう時にランタンを使えばいいよ、ランタンを。くわ、助けてくださーい。このなんか牢屋の中めっちゃ足跡つくよね。おーおーおーおお、素晴らしい、ありがとうありがとう。速攻で捕まった。でも牢屋から逃げてすぐってね、何人から逃げたらあっという間に一人は捕まるような気が。
牢屋へゴー。何がありがとうなの？誰とも何のやり取りをしてめっちゃありがとう言うやん。あー捕まったよ。捕まったよ。おかえり。どこにいるのお化け？お化けいない？ヘルプ。めっちゃアピールする。あーここにおる。あいつは？あ、あそこにおる。こっちの方向に逃げればいい。これはちょっと待って、どこだ。うわーこっちか。ちょちょちょ待って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 、あーあとちょっと逃げ切ればいい。ほうフィニッシュー。あれやん、一人がめっちゃ大活躍してすげえかっこいい。最終的に全員生き残れたんやね。ふわー。ねえほら、一人、めっちゃ3回も助けて。素晴らしいわ。スタンプゲット、ひっそりプレイヤー。よし、次のマッチング。あ、同じぐらいのタイミングで始めた方かな。人間ランク C プラス。あと一人人間。あ、ほら、今回お化けも同じぐらいのランクや。あれなんかな？同じぐらいのランク帯の人たちだけでマッチとかそういう仕組みにはなってないんかな？ね、結構さ、S とか A とか、その辺の人たちもバンバン一緒になるけんね。なんかすごい申し訳ないなと思うんやけど。おいでおいで、あと一人。こないですか。あ、来た。初心者ですって書いてる人が一番ランク高いんですけど。一番高いんですけど。頑張っていこう。黄昏の幻街。私ピンクの髪が良かった。ピンクの髪かわいい。はい、来たよ来たよ。お化けから3分間逃げ切れ。あ、間違えた。もう速攻で速攻でやらかしちってよ。始まって速攻であれなんですけど、使ったんですけどランタン。もう使えないんですけど、つらーい。今上にチビお化けいたよね。ですよね、いたよね。ちょ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 。あーやめて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 。あー来たー。掘り投げられた、めっちゃ。おー、めっちゃバウンドするやん。助けを待ちます。人はどこ。なんかどっか同じあたりに2人おらんかった。え、あ、あれか。あー今はちょっとよろしくない。逃げて。おおおおお、めっちゃ周りにいる。めっちゃ見張る感じですかこの人。多分この逃げてとかヘルプとかその辺のはお化け側には見えてないんかな。見えてないってことなんかな。あ、ほらめっちゃ見張りよりやん。ふ、今かと思ったけど。おー、2人とも結構固まった場所に。そして結構明かり分かるね、遠くから動きよるの。ありがとう。
ちょ、恐ろしい恐ろしい。ちびお化けが牢屋を見張っている。どのあたりにおる？カエルは。いらっしゃらない。今一瞬霧が晴れたような気が。逃げ切りたいな。お、ちびお化けが牢屋から離れた。あと30秒。え、牢屋へ行こう。誰も捕まってなかったよね、さっき。キャー、お仲間が捕まって。あ、牢屋へ行こうっていうのは自分が捕まったからっていうこと。多分あのカエルのことやけんさ。あ、逃げて。あのカエルのことやけん近くをねうろうろしよると思うよね。はあ、二人捕まった。これはもうあれですか、逃げてって言うね。そのまま逃げ切った方がいい感じ。あ、あとちょっと。フィニッシュー。うわ、一応人間の勝利はもぎ取ったけれど。ほら、初心者ですさんがやっぱり一番活躍してるやん、普通に。あ、人間ランク B- になった。スタンプゲット、一発の逃げ足持ち。ひよっこヒーロー。あ、違う、続けるじゃないのよ。あ、もう準備完了した。このまま行こう。あれ、初心者ですさん、また、また一緒。頑張っていこう。ランクも上がったことだし。ここで人が集まってしまった。こんな時に限って。おぉ、なにこれ。なんか星二つついてる、この人。お化けから3分間逃げ切れ。めっちゃ怖いお化けやったけど、あれ。これってもしかしてさ、この足跡もお化けに見えてるの？なんだ？ね、あの、デッドバイとかさ、足跡見えとったやん。走ったりとかした時。狼男？めっちゃ掘り投げた。新しいお化けやね。キラーって言うともうちょっとで。仲間が捕まったよ。めっちゃ近いけん、助けに行こうかな。あ、ちょっと待って。あれ？あれ？あれは、ちょ、お化けですよね。あー、来た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 って来たって来たって。あー、捕まった。くそ。あと二つ。あと二つ。今、近かったことない。どっから掘り投げたよ。くっそー。うわー。もう一人どこにいる？ん？ん？どこにいるの？いらっしゃら、ない。今ヘルプ？あ、来た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 。え、大丈夫？あ、捕まったー。捕まったー、全員。くわー。ボールのごとく投げられる。くわー、お化けの勝ちー。お化け A ランクやもん。あ、人間側も一人 A ランクおったけど。全員捕まってしまったね。はい、それじゃあ。あ、マイデータが。スタンプが増えたんか。ス
ステータスアップ、移動速度ショーアップをゲットした、ほんの少し強くなった。お、マジで。で、移動速度ショーアップをゲットした、ほんの少し強くなった。移動速度がなんか微妙に。あ、やったー、人間ゲット、グリをゲットした、使ってみよう。次使う。とか、あれ人間じゃなくね、めっちゃ思うけど。人間なんあれ人間なんあれって全くわからんけどさ。そしてショップ、なんか買えるもんあるかな。はい、今ステンドライトやろ、アイアンフレーム、あ、まだ買えないまだ買えない。こっちは値段はどこに書いてんだ、これか。名門が買えるね。羊の頭をかぶった子供、子供なんや。友達が少ないことを気にしているが、かぶり物が怖いせいだとは気づいていないなるほど。なんか名門使える人見たことないな。ね、他のが人気なんかな。買えるのはすごい可愛いと思うはい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私はどうしてもボタンを間違える癖をちょっと、ボタンの位置を覚えよう